天下不武、誰にも新しき世の始まりぞ。失礼いたします。ありがたき幸せです。早々に仕上げねばな。
早々に仕上げねばな。ありがたく存ぜる。恐悦至極に存ずる。感謝いたす。ありがたく存ぜる。ありがたく存ぜる。ありがたく存ぜる。心得申した。次なる手立てはいかにせん。次なる手立てはいかにせん。遅れは禁物です。
かたじけなし。やってみせましょう。布陣を始めなさい。打ち倒しましたよ。この城はいただきました。いかがしましょう。お話がございます。やってみせましょう。お仕えいたします。感謝いたします。感謝いたします。私にお任せを。感謝いたします。
かろう。一つ思いついた。納得には人。許す、なんで。やってみせましょう。
こちらに利がなかろうて恩情をつかまつる。喜ばしき兵をいかん敵の者どもに。話があるとも。ちと、お悪く明暗よ。お話がございます。幸せです。よかろう。
やってみせます。やってみせます。敵は皆滅ぼさん。
あの城を奪おうぞ。遅れは禁物です。みな、備えなさい。はい。敵を攻めます。みな、ついてまいれ。ここに敵を叩くぞ。はい。城を奪ってみせます。野戦となる、陣を構えよ。我が軍略の前に敵はなし。戦です。みな、備えなさい。八幡原に万全の布陣を整えた信玄は、敵勢の到来を泰然と待ち構えていた。越後の竜と甲斐の虎、思えば二人はこれまで三度この川中島で対峙したものの、直接感化を交えたことはなかった。よどめも睨み合いが続くかに見えたが、武田軍は別動隊を上杉勢のこもる西女山に派遣する。背後から急襲させ、敵を八幡原におびき出し、本隊とで攻撃する。名付けて啄木鳥の戦法だが、武田の目論みより一時以上早く朝もやを切り裂いて上杉勢が現れた。さては啄木鳥が存じたか。焦る信玄の目に北条を月下に乗り、こちらを兵営する将の影が映る。
違いない。あれが団長消失マサトラその人であろう。片やマサトラは夜半に敵の迂回を察知していた。敵の裏をかき未明のうちに密かに山を下り武田本隊を奇襲せぬ。霧の中下山したマサトラの目前に堂々たる陣容が広がる。中央の将棋に座る師匠が信玄入道その人であろう。初めて戦場で相まみえた竜子、先に動いたのは竜だった。狙うは信玄の首一つ。護衛の槍ぶすまをかいくぐり正虎は馬上から太刀を振り下ろす。諏訪保障兜の半輪を先断しようとした刹那、間一髪信玄の軍配がその刃先を弾いた。シャーガン主体の戦国時代にあって本来ありえないはずの大名同士の一騎打ち、互いに侮れんとの印象を強く残しつつ、竜子はこの後も戦い続けることになる。無念にございます。どうかご命令を。野戦となる陣を構えよ。我が軍略の前に敵はなし。敵勢退けたり。敵は皆滅ぼさん。ついて参るのだ。敵は皆滅ぼさん。
が軍略の前に敵はなし。その最後忘れません。これまでか。さ、志半ばで倒れようとは。どうかご命令を。ありがたく存ずる。ご命令はいかに。兵らよ、騎乗するぞ。私にお任せを。
愚心がございます。愚心がございます。よかろう。わかりました。いかがでしょうか。私にお任せを。
か。心得。心得ました。よかろう。いかがでしょうか。やってみせます。やってみせます。Thank you.
ついてまいるのだ。戦の始まりぞ。野戦となる、陣を構えよ。我が前を塞ぎな。城を奪う。抱え。戦が始まる。備えよ。わかりました。戦の始まりぞ。脆いものよ。我が前を塞ぎな。早々に仕上げねばな。我が前を塞ぎな。目障りす、消えよ。あらだとし、苦しい、子孫、さような花、喜ばしき。いかに。制したは我らぞ。縄に繋いでおきなさい。貴殿を主と仰ぎましょう。敵は皆滅ぼさん。Thank you.
我が勘。少しよろしいか。